編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。岩井とズッキーのよもやま話。受験生版タイガーファンディングよもやまマンスリーってなんぞやこれ。はい、はい、これですね、はい、実はあの本編、あ、本家の方ですね、はい、レイワントラジオはですね、はい、毎月やってるんですけれども、はい、まあ、その月にあった出来事と、うん、次月にあるなんかちょっとトピックみたいなのですね、はい、月末にお届けするコンテンツとしてですね、はい、ちょっと受験生版タイガーファンディングやってみようということで、ね、今月からスタートして、じゃあ今月から初めて、はい、この受験生版タイガーファンディングバージョンのよもやまマンスリー、はいはい、というものが始まると思います、はいね、なので、はい、まずちょっと4月に起こったことをですね、うん、皆さんとおさらいしながらちょっとした、はい、あのこぼれ話とかもお伝えしていきたいなというふうに思っております、はいはい、4月はですね、まず1個目が新藤桃さん、そう急遽決めたんだけど、はい、新藤桃ちゃんを司会に抜擢しました、はい、もう撮りましたね、はい、もう流れてますからね、流れてます、あの、はい、福永さんの回とか最後何出したりとかしてたりとか、結構コメント冴えるっていうのがいっぱい入りますよね、はいはい、そうですね、はい、これね、あの本家の方でも実は司会者オーディションというのをやっていて、僕はだんだん変わっていくっていう世界があるじゃないですか、はいはい、で受験生版もやっぱり同じようにね、どうなるか分かんない僕自身が、なので、はい、司会者をと思った時に同じようにオーディションやってもしょうがない、そうだ新藤桃がいると思って、うん、ちょ一回やってみなって言って急遽やらせたら、はい、そこそこできたんで、はい、彼女にね何本かやらせていこうっていうのと、デジーが暗いから、はい、あの新藤桃がいいかなというのが答えです。はい、はいはい、そしてですね、あの過去に志願した出所されてる木村くん、はい、覚えてますか、木村陽生ですよ、はい、覚えてるに決まってるじゃない、はい、だって今一番俺に近いもん、あ、そうですね、はいはい、で木村くんがですね、実はですね、まあいろいろとあってですね、はい、あのうちの会社にも来てくれてですね、はい、まあ、ちょっと話をしているうちに、うん、うちがやっているレートララウンジっていう、はい、まあ、ラウンジでですねアルバイト始めてくれるのがあったんですよね、はい、で今アルバイトとして、まあ、週に何回か勤めてくれればいいんですけれども、はい、その彼のレートララウンジの店長会っていうのがですね、はい、あの開催されます。そうです、そうです、はいはい、多分この日は5月の受験生版タイガーファンディングの収録日なんで、はい、無理くり虎の人たちを引っ張ってシャンパンクさせる、はい、でもあいつはまだ未成年なんで、はい、あのここにシール貼ったので、はいはい、あのお酒を飲ませないでください、はいはい、まあでもこの間もね誰かの一日店長会の時に行ってあの見てたけど元気にやってますよ、はい、ということですね、はい、なんであの、まあ、レトロラウンジってちょっとなんだかわからないかもしれないんですけども、はい、あのうちの本チャンネルの方でやっているオンラインサロンの会員の方々限定のラウンジなんでですね、はいはい、あのぜひ興味ある方はですねそっちの、そうなんですよ、あの、はい、ね、これ受験生版タイガーファンディング見てくださってる方々って学生の方が多いと思うんですけど、うちのオンラインサロン月額の会費が3300円なんですけど、高校生だろうが大学生だろうが専門学生だろうが、うん、学生という身分の方はみんな割引でなんと月額1100円ポッキーですから、はい、レートラウンジあると面白いよね。そうですね、本当にラウンジじゃないオンラインサロンに入ると、はい、ぜひね概要欄貼っておきますのでこちらでもオンラインサロン入っていただきたいなと思ってます。はい、はい、ということですね、でですね、まあ、今月は4月の初旬の方にですね、はい、あの収録もあったんですけれども、はい、まだ配信されてないですけれども、はい、ちょっと感想と来月にちょっと予告できるようなことがあれば、はい、はい、今月の収録は4人の予定だったんですよ、はい、ね、だけど残念ながらドタキャンがあったりとかいろいろな問題があって結果志願者は2人しか来てくれなくなっちゃったんです、はい、でも虎をもう全部配置してるじゃないですか、困ったなと思ってですねちょっととびきりのことをやってみました、はいはい、まあ、これはここでは言わずにですね配信を見ていただいた方が面白いんじゃないかなと思いますんで、はい、またわちきが活躍したりしてますよろしくお願いします。はい、そうですね、で、まあ、そういう活躍の回もあればですね、まあ、ちょっと以前ライブでもちらっと言ったんですけども、はい、ある新しいドラマがあるんですよね。そう、これはビッグネーム、はいはい、ジャガー横田さんの旦那さんの木下先生ですね。この木下先生が新しく虎になっていただきました、はいはい、この配信5月に流れると思いますね。そうですね、ゴールデン明けぐらいの、はい、あ、ゴールデン最後の週末ぐらいですよね、はいはい、ぜひあの楽しみにしていただきたいと思います。どうでしたか、めちゃくちゃ良かった。あ、じゃあもうやっぱりさすがにテレビ慣れしてるわ。あー、はい、トークが切れる切れる、はい、あの細井さんともねあのやり取りしたんですけど、はい、良かったですよ。へえ、はい、あ、じゃあ細井さんの回でもちゃんとキャラが立つぐらい喋れるってことですね。あ、まああの口数がめちゃくちゃ多いわけじゃないんだけども、はいはいはい、やっぱりね際立ってますね。なるほど。あとねやっぱ年齢的なもの、あ、結構いってらっしゃるので、はい、なんかねあのそれなりの眼蓄があるというかあの落ち着いてるよね。うん、はい、あとね
僕の勝手な感覚なんだけど、めちゃくちゃ僕の感覚に似てらっしゃる。あ、そうなんですね。そうです。ご本人も LINE が来て、本当にあのちょっとまあここでは言えないんだけど、はい、岩井主催のこういうところにうんぬんかんぬんっていうのを書いていただいたぐらい、なんかね、見てても、あ、絶対この人は俺と同じこと考えてると思う場面が多かったです。結構その波長が合うのって、はい、しても珍しいですもんね。はい、はい、なるほど。じゃあちょっとゴールデンウィーク最後のお楽しみとして、はい、皆さんご期待ください。はい、はい、ということで、まあ、5月についてというところはですね、早速木下先生がお届けしますよってところなんですけれども、うん、ちょっとですね、5月最初の初旬の方ですね、はい、タイガーマニング本編にはないものをトライしていこうかなというふうに思っております。そうですね、はい、はい、1個はセレクション動画。はい、はい、まあこれね、一本流しばっかりやってても仕方がないと思って、うん、実は本家の子でもたまに流すと、はい、結構人気があるんですよね。はい、一番人気は俺。そうですよ、そうですよ、ブチギレシーン200万、はい、250万回ぐらい待ってますからね。なよっていうようなですね、ちょっとまあ、あの面白いこう、はい、切り抜きをですね、たくさんセレクションしていくっていう動画をやろうと思ってるんですけれども、はい、なんかやっぱ受験生版においてはですね、細井先生が無双してるとこ、はい、人に無双セレクションというのを上げてみたりですとか、はい、あとはまあ結構受験生版感情揺さぶられるんで、はい、虎の名言だったりとか、うん、あとまあ爆笑したところみたいなところですね、うん、何本か切り取ってですね、じゃあこっちは俺のぶち切れシーンはないんだね。まあこの後やろうかなと思ってたんですけど。結局やるんだよ。まあやりますけれども、はい、はい、というところですね、まあ、ちょっとセレクションというのもレギュラーでやっていこうかなと思ってます。はい、あとはですね、はい、この今までって受験メンタリーって、うん、あのオールになった人たちの進捗だったりとか結果を追ってたんですけれども、はい、ちょっとそれは番組としてですね、うん、あのナッシングになった人たちに対するケアが足らないなと思ったんで、はい、ちょっとナッシング志願者の方々のその後を追うような受験メンタリーというのを配信していこうかなと思っております。そうなんですよ、はい、でもついさっき、はい、来てくれましたよ、はい、この子。いや、これは手がこうやって動く子、本当に皆さんあの待望だったと思うんですけれども、はい、風一くんがですね、そう、ちょっと元気に私たちのオフィスに駆けつけてくれましたですね。そう、本当にね、お土産まで持ってきてくれて、うん、で、いつでも出ますよって。あ、本当ですか。わざわざ来てくれたよね。はいはいはい、って本当だけど、はい、まあですから癖ですからね、はい、面白い、はい、いや可愛かった。あ、本当ですか、はい、本当に。いや、あぜちくんのこれ受験メンタリーじゃねえよな、なんか違うコンテンツの名前作らなきゃ。そうですね、はい、うん、まあ、ちょっと考えますけれども、はい、近々、あぜちくん回も、回というかあげちくんと僕のインタビュー動画が流れますんで、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。そうですね、はい、はい、ということでですね、なんかちょっとまあナッシングになってしまうのが、まあ、なかなかこうその後我々も分からなくて心配だったんですけども、うん、はい、そういった安心な顔で見れてよかったなと思って。そうですね、はい、はい、まあ、これからもちょっとまたナッシングになっても、まあ、はい、あの私たちはですね、あのあれですね、本家の方でも、はい、社長はオールでもナッシングでも虎の子っていうじゃないですか。そうです、はい、だから本当にあずえつくんなんかでも超可愛い虎の子ですよ、うんうん、はい、っていう形で、はい、あのやっていきますので、ですね、はい、ぜひともお楽しみいただけると思います。ということで今日の一番肝心要の話をしましょう。はい、はい、そうですね、まあ、受験生版タイガーファンディングってやっぱりあの本家と違ってですね、うん、まだまだ志願者がなかなか集まっていただけない。で、志願者がいなければこの番組は存続できないですよね。で、まあ、やっぱりあの未成年の方々も多いわけだし、いろいろこう内部でいろいろ考えている中で、なんとかあの、ね、こちらのできることはやってみようよという話になって決まったことが一つまずありますね。はい、はい、ですね、やっぱり遠方の方がですね、はい、なかなかその交通費というものがネックで、うん、こちらまでいらっしゃれないということがあったので、はい、あのこれはまあいくらかというところはご相談の上なんですけども、はい、交通費というものをですね、ちゃんと番組の方で負担をしていこうかなというふうに思っております。はい、まあさすがに海外の方とかになってしまうと、南アメリカから来ますので、はい、交通費出してくださいもなかなかね、はい、わかりましたとは言えないんだけど、でもそれも含めて、はい、ちょっとあの交通費はまあ日本国内ならね、はい、基本的にはあのお出しするという考え方のもとに、海外の場合はちょっと要検討ですけども、はい、補助ぐらいになっちゃうかもわからないですけども、ね、なんせですね、交通費がかかるからちょっと東京まで行けないなと思っている方については朗報だとは思いますので、はい、ぜひあの、ね、あの使っていただきたいと思います。はい、もう一つ、というのとですね、あと今志願者の方々にメールでくださいねっていう話で、はい、僕もメールにしてるんですけれども、はい、ちょっとこのメールっていうのも、うん、まあ、その今の志願をしてくれる子たちからするとまあ、ちょっとギャップがあるかなと思ったので、はい、公式 LINE っていうのを開設しました。はい、なんで公式 LINE の中で、まあ、当然応募の受付もしますし、なんか志願したいけどちょっと相談が質問がみたいなのもあるじゃないですか。うんうん、なんでそのぐらいのレベルでもいいので、はい、なんか志願にご興味がある方はですね、この公式 LINE からなんかあのご質問なりなんなりっていうのを投げていただければ。これ公式 LINE はどっから入れるの？今あの概要欄の方に設置しておりますし、はい、今までのフォームのところが今公式 LINE もあの導入できるようにはなっておりますので。はい、もう始まってんのこれ、はい、はい、でこの公式 LINE 何人ぐらい入ってくれたんですか？今22人ぐらいが入ってくれていて、ちょっと公式 LINE ちゃんとやでも公式 LINE ってこれ志願
者保証のそういうことか公式ラインなんで、はい、そういうことか、今志願者なのかなと思って踏みとあのちょっとこう踏み出してくださった方が22名ぐらいいらっしゃってるっていう感じですね、はいはい、そういうことね、はい、俺全然分かってない、はい、ということなんで、はい、まあ、ちょっとこう志願をするってことに対してですね、はい、なんか少しずつ私たちも志願しやすい環境を整えていきたいなとか、うん、あと本当オールになってもなしになっても虎の子ってメッセージをですね、はい、あのきちんと伝えきれてなかったかなと思ったんで、はい、まあ、一つ足立くんの動画見ていただいてですね、まあ、本当に番組に出演するってこの勇気を持つあの一歩がですね、絶対に人生にプラスになるように私にサポートさせていただこうと思っていますんで、はい、このゴールデンウィーク中にですね、まあ、ちょっと志願を検討して行きたいなと思う人はですね、はい、ぜひとも応募お待ちしております、はい、はい、っていう感じですか、今回のマンスリーは。そうですね、はい、はい、じゃあこれから毎月このよもやまマンスリーやっていこうと思ってますので、いろんなニュースをね皆さんに発信していきたいと思ってますので、ぜひあのご視聴お願いしたいと思います、はい、これだけ視聴回数がつかないとなんかいろいろ問題出るんで、お願いね、はい、まあ、みんな見てね、はい、はい、はい、ということでした。そういえば、はい、もう一人今日あの受験メンタル撮ったんですよ、はい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 、あの俺が一人出してブチ切れた、はい、金杉ヒューマ、はい、見てね、これもまもなく配信します。はい。はい。ということで、じゃあ今日これで失礼します。はい。ありがとうございました。受験生版タイガーファンディング、志願者募集中。夢に踏み出したい、熱意のある方、大募集。詳しくは、概要欄から。